ナルト渦潮高校企画ポカリスエットスタジアム、みんなでご当地クイズ。どうも皆さん、ナルト渦潮高校の八雲と夢乃です。今回は2人で地元ナルトや徳島ボルティスのことについて紹介してまいります。またポイントごとにクイズを出題していきますので、お楽しみに。まあ前置きはこれくらいにして、見てください、この壮大な渦、ビッグスケールですね。そりゃそうだよ、ナルトの渦潮の大きさは世界でも最大規模だからね。でも渦はどっち巻きなんだろう。どうなんだろう、会場の皆さんは知っていますか。ではここでクイズタイムです。ナルトのシンボルでもあるナルトの渦潮はどっち巻きでしょう。1、右巻き、2、左巻き、さあどっちだ。あれれ、聞こえないですね。サポーターの皆さん、元気を見せてくださいよ。はい、それでは正解ですと言いたいところなんですが、僕たちにも分かりません。ということで映像でご確認ください。ちょっと待ってよ、そういうわけにはいかないでしょ。私が調べてきたから。答えはどちらも正解です。本流を境に鳴門側では左巻き、淡路島側では右巻きの渦潮が発生します。へー、だそうです。皆さん、これで僕もまた一つ賢くなりました。しっかりしてよ、あんたのつむじ左巻きじゃないの。じゃあ気を取り直していくよ。はい、次は鉄道ですね。通勤や通学にもよく使う鉄道ですが、徳島の鉄道にはあるものがありません。そうだよね、昔からの良さもあるけど、あれがないんだよね。さて次は鉄道についてのクイズです。地元徳島ではおなじみの鉄道ですが、あるものがないんです。さて何がないでしょう。便数が少なくて通学や部活なんかは大変。そうだね、でもゆったりしていいところもあるよね。ではそろそろ行ってみようか。正解は電線です。地元の鉄道はディーゼル機関車なので、電線とパンタグラフがないんです。皆さんぜひ乗ってみてくださいね。ああ、ゆめちゃん時間をしてるからどんどん行かないと。続いて紹介するのは四国霊場で一番札所、霊山寺です。なんといっても奈良時代に聖武天皇の命令により行基によって改装されましたからね。でも皆さん、四国霊場といってもいくつあるか知ってるのかな。もちろん知ってるでしょ。もしかして知らなかったりしますか。はい、ここでまたまたクイズタイムですよ。気合い入れていきましょう。問題です。ここは四国霊場の一番札所である霊山寺ですが、札所は全部でいくつあるでしょうか。四国霊場といえば映画やドラマで取り上げられていますからね。さすがに知ってると思いますが、どうでしょう。そうですよね、これはさすがに知っておいてもらいたいポイントですよね。さて皆さん分かりましたでしょうか。正解は四国88箇所の88でした。そうなんです、ここ霊山寺は四国霊場の一番札所。お遍路の皆さんはここ徳島からスタートして各札所を回るのです。まだまだ紹介しないといけないので迷わずどんどん行きますよ。続いてはこちらをお聞きください。あ、ベートーベンの曲だよね。私たちも歌えるよね。そうそう、何よりこの曲がアジアで初めて演奏されたのはここナルトだしね。この曲喜びの歌って言うんだけど、交響曲9番だったっけ。ああ、これクイズにするつもりだったのに先に言っちゃってどうすんの。あ、この曲は交響曲第9番の喜びの歌でした。ごめんなさい。じゃあ気を取り直していきましょうか。次はしっかりしてね。任せなさい。次に見えてきましたのは
他の県でもあまり多くは見ないと思いますが、渡し船です。渦潮高校の生徒の中にも、この渡し船に乗って登校している人が大勢います。鳴門市の北部は、実は陸続きではなくて大きな島なんですよ。ということで、渡し船が3カ所あります。それに、朝、鳴門の綺麗な海を見ながら登校できるなんて素晴らしいでしょ。海風って気持ちいいもんね。鳴門ならではって感じがするね。ではここでクイズ行ってみましょうか。先ほどから紹介している渡し船ですが、往復料金はいくらかかるでしょうか。渡し船のおじさんの気分だったりしてね。それ面白いけど誰も乗らなくなっちゃうんじゃないかな。そうだよね。じゃあいくらなの。なんと無料なんです。ずっと無料で乗り放題なんですよ。すごいよね。機会があれば皆さんも乗ってみてくださいね。はい、ではですね、ここで一旦ナルトの紹介は終了となりまして、続いて我らが徳島ボルティスについて紹介していきたいと思います。まあサポーターの皆さんは僕たち以上に徳島ボルティスについて知ってると思いますが、知らない方もいらっしゃると思うので、どうでしょうか。これこれ、かっこいいよね。皆さん、徳島ボルティスのエンブレムは何をモチーフにしているか知っていますか。一つはエンブレム上部にある緑色の山、眉山です。眉山は万葉集にも読まれていますし、小説、映画も大ヒットしました。とても有名ですよね。二つ目はエンブレム中心にある力強い渦潮です。あともう一つあるんですよね。皆さんどこに何がモチーフになっているかもちろんお分かりですよね。ここでクイズです。あと一つのモチーフは何でしょう。徳島には山、海、川などの自然が豊かですからね。眉山、渦、あとは何かが分かればいいわけです。それではそろそろ正解です。正解は吉野川でした。日本三大暴れ川、四国三郎、吉野川です。続いて徳島ボルティスのマスコット、ボルタ君とディスちゃんについてです。ボルタ君の誕生日は9月10日で、実は法人設立記念日なんだそうです。じゃあディスちゃんの誕生日も何かありそう。それが今回のクイズです。ティスちゃんの誕生日は何月何日でしょうか。皆さんは知ってるのかな。この機会に知ってもらえればティスちゃんやボルタ君も喜んでくれるんじゃないかな。そうだよね。じゃあそろそろ答えに行きましょう。答えは3月5日。これは J 初試合と初勝利記念日なんですよ。記念日と誕生日を一緒に祝えるってことですね。じゃあ皆さん、二人の誕生日を覚えておいて、みんなで一緒に祝いましょう。そうですね。じゃあ次は選手について紹介していきましょう。今徳島ボルティスには徳島県出身の選手が3名いらっしゃるということで、皆さんご存知ですか。阿部和樹選手でしょ。あとは木下義明選手でしょ。もう一人は、ああ、ちょっと待った。ここでクイズだから言わないで。阿部選手、木下選手と、あともう一人の徳島県出身選手は誰でしょうか。この人ですね。笑顔が素敵なイケメンですよね。フォワードでかっこいいし。そうだね。徳島県出身だから皆さん知ってますよね。じゃあ正解言ってみましょう。正解は佐々木一輝選手です。佐々木選手含め徳島県出身の選手が活躍してくれると、やっぱり徳島の人からすると嬉しいよね。今日のこれからの試合でも活躍を見せてくれるはずだから期待してますよ皆さん。ではそろそろお別れの時間が近づいてきました。最後に、徳島県は今 VS 東京ということで、郷土愛を育む取り組みを、鳴門では大工の里としての取り組み、私たちはスタジアム学園祭をそれぞれ徳島ボルティスと一緒に頑張っています。残り試合も少なくなってきました。
皆さん一緒に頑張りましょう。では間もなくキックオフです。ヴォルティス、グランパス、両サポーターの皆さん、いよいよですよ。準備はいいですか？以上、ナルト渦潮高校の八雲と夢野がお送りしました。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。